はい、どうもゆきです。今回なんですけど、放射能を持っていると、この原子力発電を持っていると起きる特殊なゲームオーバーがあるんで、そちらを見ていきたいと思います。あ、あれ水漏れしてるぞ。ゆきくん、また水漏れでやんすね。やっぱり原子炉は管理が難しいな。原子力発電持ってるとこういうことになるんですよ。放射能あたりに撒き散らしてるでやんす。おいらたちを殺す気でやんすか。普通にやばいよな。やっぱりまずいよな。こうなったらあの手しかないでやんすね。まずこの鉛の箱に入るでやんす。分かったよ。で、蓋を閉めるでやんす。おい、この後どうなるんだい。放射能除去装置が完成するまで海の底に沈めておくでやんす。は？おい、かわいそう。そしてゲームオーバーというのがあるので、皆さんも放射能は気をつけてください。本当に原子力発電は買わないようにしてください。どの女の子も大きなイベントが隠されている。中には出すのが難しいものもあるんじゃが、頑張って。そんな場合じゃねえだろ。